タウンゼント・ハリス、タウンゼント・ハリス、1804年10月3日から1878年2月25日は、アメリカ合衆国の外交官、発大中日本アメリカ合衆国弁理講師、民主党員、経験な成功開心とで生涯独身、同定を貫いた、タウンゼント・ハリスと表記されることもある。日本の江戸時代後期に訪日し、 日米修航通商条約を締結したことで知られる。1804年10月3日、ニューヨーク州ワシントン郡、サンデーヒル、後の2、父ジョナサン・ハリスのムツとして生まれる。家系は、ウェールズ系。家が貧しかったため、小学校、中学校を卒業後はすぐ父や兄の陶磁器、輸入業を助け、図書館などを利用して、独学でフランス語、イタリア語、 スペイン語を習得し、文学を学ぶ。その苦学時代の体験が、長じて、教育活動に目を向けることとなり、1846年には、ニューヨーク市の教育局長となり、1847年に、高等教育機関、フリーアカデミーを創設。自ら、フランス語、イタリア語、スペイン語を教えるなど、貧困家庭の子女の教育向上に尽くした。その他、 医療や消防などの公共事業に携わる。1848年に辞職。家業の経営が悪化したため、ハリスは1849年には、サンフランシスコで貨物船の権利を購入し、貿易業を開始する。清シ、ニュージーランド、インド、マニラなど、太平洋を中心に各地を航行して、以前から興味を抱いていた東洋に腰を落ち着ける。 1853年には日本への第一次遠征を行っていたマシュー・ペリー率いるアメリカ東インド艦隊が真に滞在しており、上海にいたハリスはペリーに対して日本への同情を望むが、軍人でないために許可を得られなかった。ハリスは国務長官など政界人の縁を頼って政府に運動し、1854年3月台湾に関するレポート、 台湾事情ること書を提出。4月には、ネーハの領事に任命される。アメリカへ帰国したハリスは、同年に日本とアメリカとの間で調印された、日米和親条約の11条に記された、駐在領事への就任を望み、正界人の推薦状を得るなどして、1855年に、大統領フランクリン・ピアースから、初代駐日領事に任命される。 ハリスは日本を平和的に開国させ、諸外国の先制的介入を防いで、アメリカの東洋における貿易権益を確保を目的に、日本との通商条約締結のための全権委任を与えられる。また、サムとの通商条約締結も命じられた。当時、イギリスの中日公職者は、母国政府から派遣されたエリート出身者がほとんどだったが、アメリカは、 ハリスのような在住の商人らに兼任させることが多かった。ハリスは通訳権書機関としてオランダ語に通じたヘンリー・ヒュースンを雇い、1856年に出発。ヨーロッパからインド経由で4月にはシャムへ到着。バンコクにおいて通商条約の締結に尽力する。さらに香港経由で8月21日、安政3年7月21日に、 日本へ到着し、伊豆の下田へ入港する。日本では通訳の不備などから対応に当たった下田奉行、井上清史家に入港を拒否されるなどのトラブルもあったが、折衝の末に正式許可を受け、下田玉泉寺に領事館を構える。ハリスは大統領新書の提出のために江戸出布を望むが、幕閣では、水戸藩の徳川成明上位論者が反対し、 エドシップは留保された。下田においては、浸水給与や回避率などの問題をめぐりは新条約改定の目の交渉が行われ、1857年6月17日、安政4年5月26日には、下田協定が調印される。この頃からハリスは体調を崩し幕府に看護婦を要請した。幕府は、ハリスの老落を目的として、 ゲイシャの斉藤基地を送り三ヶ月だけ看病に入っている当陣を基地。ハリスは旅重ねて江戸出布を要請し続けていたが、1857年7月にアメリカの法官が下田へ入港すると、幕府は江戸へ直接開港されることを恐れて、ハリスの江戸出布、江戸城への途上、将軍との越見を許可する。ハリス、 九州県らの一行は1857年10月に下田を出発し、江戸に入る。江戸では、番書調べ所に滞在して、途上の日取りが決められ、12月7日、旧暦10月21日に途上し、13代将軍、徳川家定に越見して、新書を読み上げている。1858年、安政5年には、大老となった、井伊直助が、 京都の朝廷の直挙なしでの通商条約締結に、踏切、日米修好通商条約が締結された。これにより、初代中日公使となり、下田の領事館を閉鎖して、1859年7月7日、安政6年6月8日に、江戸の元麻布全福寺に、公使館を置く。1860年8月1日、アメリカ国務長官、ルイスカスに対して、 書簡で通商条約により再来年に控えた江戸の開始1862年1月1日の予定の延期を進言した。実は下田に着任した当時、ハリスへの襲撃未遂事件があり、以降も上位による在留外国人に対する襲撃や焼き打ちが相次ぎ、また公明天皇からの条約直去は未だ幕府から出ておらず、 現在の幕政下での開始は時期尚早と判断していた。10月31日、万、ま、円元年9月18日、ハリスは老中、安藤信正と会談し、急すぎる開始の延期を希望していた幕府との思惑とも一致し、また翌1861年1月14日、万、ま、円元年12月4日にはヒュースケンが殺害される事件が起き、ハリスは、 革新に至ったと思われる。5月2日、文久元年3月23日、将軍家持命での7年間の両都、両校の開始、開港の延期を要求する実記書が各国公使に出されると、ハリスはヒュース県公認のアントン・ポートマンに翻訳させて5月8日、文久元年3月29日付で、アメリカ本国へ急激なインフレが進行している旨と合わせて報告した。 8月1日、文久元年6月25日付で、エイブラハムリンカーン大統領、ウィリアムスワード国務長官から家持ち宛ての書簡が、ハリスに届くが、内容は、ヒュース検察外の保証までは、開始延期を含む切れの情報はしないというものだった。ハリスは、幕府の正信や久世広金と交渉して、保証の合意を取り付けた後、11月27日に、 オールコックに5年間の開始延期の自由裁量を得たことを通知12月6日家持ちに面会してリンカーンの新書を直接手渡し12月14日文旧元年11月13日に幕府から保証が実行された12月28日マサノブにはイギリス以外の各国の自国民にも合わせて開始の延べを通達したと書簡で報告された これは予定されていた開始のわずか3日前だった。この後、文久圏王施設とイギリスとの間で、ロンドン覚え書き、1861年6月6日、パリ覚え書き、同年10月2日など、各国とも開始延期に同意している。1862年、文久2年には、病気を理由に、辞任の意向を示し、幕府は留任を望むものの、 アメリカ政府の許可を得て4月に5年9ヶ月の滞在を終えて帰国。辞任の理由に関しては、ハリスの日記に兼ねてからの体調不良があることや、また自分とは党派が異なる、共和党のリンカーンが大統領で南北戦争の故郷の心配があったことなども指摘されている。後任はロバート・プルインで5月17日には着任して家持ちに越見している。 帰国後は業績を表彰され、1867年には、議会はハリスに対する生活補助金の支給を可決している。特に公職にはつかず、動物愛護団体の会員などになった。1876年には、保養地のフロリダ州に移住し、1878年2月25日に74歳で死去。生涯独身であったため、名が法廷相続人となった。 墓所はニューヨークシブルックリンクの楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。